はい、ということで皆さんお待ちかね、テイロス観光機がね、ついに発売しました。もう先週ね、あのプレリリースでね、先行販売買ってきたんですけど、やっぱね、発売したらね、正式に発売したらもう一回買うのがね、マジッカーの差なんで、今日はね、こいつを開封して、もうテンションをね、最大まで上げて、楽しんでいきたいと思います。そしてね、先ほどね、俺ちょっと顔面をね、パイパンにしたんですよね。なんかね、風呂入ってたらね、なんか突然剃りたくなる衝動あるじゃないですか。ちょっとあれに駆られてね、もう一時のそのね、考えてね、剃ってしまった。もうなくなってしまった。でもまた欲しくなったらね、生えてくるから。それがヒゲだから。でね、今回のテイロス観光機なんですけどね、びっくりするぐらい俺の中で欲しい買わないんですよね。まあ、とはいえ、今回のショーケースには、その星座バージョンって呼ばれるね、その神々がその夜空でね、かっこよくね、輝いてるそのバージョンのショーケースがあるんで、まあ、あれをね、いっぱい手に入れて、このね、星のない街東京にね、星を降らせてやろうじゃないかっていうね、まあ、そういうちょっとね、かっこいいコンセプトもあるんで、そういう名のもと開封していくぜ。まあ、あと別に欲しいものはねえけど、損はしたくない。もうそれはね、一貫してる、常に。損しなければなんでもね、もう得だけしたい、そういう人生で。金藤くんからの森からの、これね、マジ巨大ブロッコリーに見えるからね。そう、誰か言ってたけど、まあ確かにこれマヨネーズかけて食ったらうまそうだなみたいな。まあ俺そもそも、これはね、島。ただね、これコレクターブースさんにいっぱい入ってんだよね。だから最初嬉しかったけど、そう、ワンボックスにね、なんだかんだで、この基本土地のね、フォイル1、2枚ぐらいしか出ないから、価値あるのかなと思ったけども、これ分に入りまくってるから、で、1パック目。まあ土地はいいんじゃない？奔放の神殿、奔放の神殿全然悪くないよ。全然使うカードだからね。ただね、俺テイロス機でバリバリスタンやってたから死ぬほどあるんだよね、このサイクル。だからね、なんだろうな、テイロスはね、その思考囲いもあったし、さらに最初のエキスパンションっていうこともあったから、なんかそのシールドとかでもね、剥きまくったからね、テイロスじゃないやつ、だから悪意の神殿とか、宝珠の神殿とか、あの辺だったら欲しいんだけどね。そのテイロスのやつは全部持ってんだよな。で、これあれだ、かかと攻撃された一撃で死ぬやつじゃん。あ、違った、ガリアちゃんだ、ガリアちゃんもこれか、こっちだったのか、左赤だったのか。終わりなき踊りのガリア、もう今ね、絶賛ファンが増えてる、そのサティロス界のアイドルガリアちゃん、めっちゃ楽しそう。もうここにね、挟まれた男はもうこの世の全てを手にすると言っても過言ではないぐらい幸せになれるからね。ぜひ俺もね、このガリア推しのね、TO になりたいね。次の開封。ガリアちゃん、でもガリアちゃんがね、早くも祝福してくれたっていうことはね、このボックスはついてる可能性が非常に高い。お、あ、青、なんかあったっけ、青、なんかあった、なんか分かった、この、あれだな、意味への渇望じゃなかった、鬱陶しいかも、鬱陶しいな、確かに鬱陶しいな、これ。お魚くわえたカモメさんにお魚取られちゃったよ。で、レア、黒、でも英雄譚だな、英雄譚は、ティマレット、死者を呼び出す。はい、めちゃめちゃ気持ち悪いやつですね。そう、このテイロスの世界ではね、その死者は仮面をつけてるみたいなコンセプトがあるから、その死者がもう一斉に湧いてきて、なんか仮面でオブジェを作りましたみたいなね。だからどうしたみたいな、本当日常の一コマが英雄譚になった、そういう英雄譚、ティマレット、死者を呼び出すでした。で、4パック目、ちょっとなんか嫌な顔出してきたけど大丈夫かな。ヤギからの、沼からの、別に何にもねえんだな。白の星座、21のやつかな ?21 のやつかな ?21 のやつだった。はい。障害の限定、まあ、2万の21で先制攻撃で、まあ、普通のね、構築戦だとなかなか強いんですよね。2ターン目に出てきて、そのタフにね、ブロックされないで殴り続けて、しかもそのプリンズオーカーの抽選能力が1を多くなるっていうので、で、プリンズオーカーなんかね、基本的にその全マナタップさせて出して使うっていうのが肝なのに、これされると途端に起動ができなくなって、出たはいいものの次のターンからしか能力使えませんみたいな感じで、もうそれはプリンズオーカーではないだろうみたいなね。そういう風になってしまうから、なんか構築だと強そうなんだけど、ただリミテだとね、タフ1をね、殺す手段がね、多すぎるからね。そういうのもあって、ちょっとリミテではあんま強くないんだけど、構築だと、まあ、かなり強いアタッカーになるからね、ウィニーとかでぜひ採用したいよね。で、人間兵士からの、兵士からの、緑、R、マジで、狼のまといみ、やばいな。4マナのオーラで、まあ、いきなりパワーとは多分ですかね、4段階上がると、めちゃめちゃ強いオーラなんだけど、やっぱオーラだからね、そのつけるタイミングで除去されたりするととんでもない損が起きるからね。そこに注意しながら狼のまとみはつけてってほしいね。で、6パック目。ちょっとまずいな。なんか急に不安になってきたぞ。俺別に損さえしなければいいから、マジで損さんだけさせないで。で、壁からの、山からの、マルチ。なんかあったっけ？あ、夢さらいか。夢さらいぐらいしかないか。左、青。そうね、夢さらい。これはね、もう最強のクリーチャーで、もそのコントロールがね、もう望んでた全てが詰まってる。そう、マジックね、25年の歴史の中で、これほどね、もうそのコントロールが欲してた生物はないよね。もうなんか相手があとちょっとで勝てるんだ、みたいなね、そういう夢をね、もう総ざらいしていくね、もうコントロールのね、もうクソオブクソクリーチャーだよね。クソってね、悪い意味じゃないからね、いい意味を時々あるから、その英語で言うとこの、みたいな意味だから、マジ本当にね、もうあとちょっとで勝てる、あとちょっとで勝てる、もうこれもうご了承したら絶対勝てるだろうみたいな感じのところでこいつが出てきて、もう全ての夢をさらってっから、夢さらい、それだけやばいから、もうこれに夢をさらわれてね、もうその正気を失ったね、会話みたいなやつにね、たくさん見てきたから、もうリミテだったらね、もう言わずもがな、ね、もう構築でも終わってるからね。はい、サティロスからの、島からの、
なんだ緑、なんかあのホイールで一気に大逆転できるやつない、ないな、あんこも。はい、おお、でもかっこいいな、クローティスの木と。なんかあのね、宇宙を感じれるよね。で、その緑の新人をすげえ参照する割に、自信はね、シングルシンボルってどういうことだよみたいなカードなんだけど、まあ、全体プラ X プラ X 修正で、そう、これね、唯一ね、その夢さらいをね、さらっていけんだよね。その夢さらいがもうあの、お前はどうやっても勝てないよみたいな戦場に、あの、クローティスが一度ね、木としたら、ね、もう全員がパワー10ぐらいになって、全員突っ込んできて、もう夢さらいごとさらっていくみたいな、そういう展開はあったから。で、次、白の、アルタン、こちら。お、空の粉砕、空の粉砕ありがたいね。これはあの、次世代のラスゴだから。次世代のラスゴはね、絶対使ってった方がいい。あのね、一旦早くラスゴ打てるなんてね、もうこんなん必ずワンドローついててもね、使うべきだろうぐらい強いから、ぜひみんな覚えて帰ろう。でもな、ちょっとまずいな。まあ、その神話レアが出てねえからさ、まあ、こんなもんかもしれないけどさ、なんか、まあ、ブロッコリーからの、青のノンフ、あ、フォイル、なんでしょう。ダン、こちら、U、こちらですね。おー、綺麗。神秘の賢者、俺これなんかロリガールかなと思ったら割と普通の音の女性だった。で、なんかライブラリー削っていくんだって、なんかファンは多いはず。で、青のなんでしょう。あ、よかった、R で、ダン、こちら、亜食消去。亜食消去はね、まあ、バウンスして使い直せるカウンターだけど、バウンスすると、その捕まえてるあの呪文がね、もう一回飛んでくるから、どう使えばいいんだよっていうね、かなり突っ込みどころが多い、あの、エンチャントタイプのカウンターですね。2段目行こう。2段目、この辺で取り返してえな、マジで。なんとかならない?なんとかならない?サティロスからの、島からの、これはあれだな、あの、ニクスロータスか影槍だな。どっちだろう。236は影槍、影槍最強のあのウェポンですね。まあ1番出てきて装備にと、もう1段目出てきて2段目に何もいないけど、まあ装備させれて。で、まあプライチプライチとトランプルとハンコンと、さすがね伝説の装備品だけあって、まあバグったね、修正与えつつ、さらに1マナであの、対戦相手がコントロールしてるパーマネント全部が呪文と破壊不能しながらね。そうだ、固く守られたね、相手のパーマネントをね、もう一瞬でなんつうんだろう、まあ、その、消しカスぐらいの価値に変えてしまう影槍さん、すごい強いよね。普通にね、装備品として強いからね、もうこんなものはね、絶対使うでしょ。トランプルハンコンだからね、やばいよね。このトランプルなんかも全然バカになんないから。これおまけでついてるトランプルすげえ強いんだぞ。で、山。なんだろう。これさ、ヘリオット以外あったっけ?なんか俺ね、同じミス何回もしてる気がするんだけど、ないよな。ないよね。M! ヘリオット!普通バージョン。普通バージョンのヘリオット。なんかね、あの、こののっぺりした感じのイラストがね、なんつうの、味があっていいよね。なんかあまり書き込まれてないこの感じがね、逆に味があっていいし、しかも今だったらね、3000円ぐらいで売れるから。3000でもう売れないんじゃないかな、さすがに。これだってあの、なんだっけ、コレクターブースターで、その星座枠みたいなとこから割とポンポン出ちゃうから、だからね、早めに売った方がいいんじゃないかな。まあ、ただね、普通に使いたいんだよね。3ターン目出てくるね、破壊不能の神がね、その新人達成して殴り出したらね、めちゃめちゃ強いっていうことはもうそのタッサが証明してるから、そのタッサにね、ついで、ヘリオットもきっとね、あの、スタンで強いはず。白タン新人とかがもう猛威を振ることは間違いない。で、沼からの、黒はね、結構欲しいなるぞ。あ、でもあれだ、あの、エンチャントじゃねえんだよ。その、あの、デビルマンみたいなやつ欲しいんだけどね。なんだろうな。除去じゃない?おー、食らいつくし。はね、まあ、4マナのインスタント除去なんだけど、まあ、インスタントタイミング出てて、で、クリーチャーでもプリンズウォーカーでも追放できると。で、さらに超おまけだけど、ライバリートップをね、弾けるっていうので、まあ、ドローを両立にしたりとか、墓地を肥やしたりとかね、もう本当にね、使いどころはたくさんある。おっと、危な。いいね。2段目かなりやる気あるよ。2段目はオライシルで。ちょっと1段目がね、夢ざらいぐらいで。まあ、空の粉砕があるけど、ちょっと1段目がやばかった分、ちょっと2段目がね、あの、やる気出してきた。熱い。で、人間兵士からの、兵士からの、緑のなんだろう。これあれ1個しかないんじゃない?そうだよね。あの、バラクートマンじゃない?バラクートマン来た。イリシア子たちのバラクートマンじゃない?ドライドさん。3マナ24なんかね、単純にスタッツおかしいよな。冷静に考えたら。なんでこいつ稲妻で焼かれねえんだよな。で、さらに今、その毎ターン追加で土地出せるし、すべての土地が全部のあの、基本土地タイプ持ってるっていうことで、もうバラクートがね、超適当に山じゃない土地出しまくっても噴火するっていうことで、もうめちゃめちゃモダンで期待されております。っていうかもうバラクート自体が山になるからね。やばいよね。もう6個目の土地を置いた瞬間噴火し出す。やばい。で、次。はい。人間兵士からの、ブロッコリーからの、あれ?お、フォイルじゃん!これレアだったらさ、バラクートマン再来じゃない?違った、古文だった。はい、スコラの小立ち踊りさんでした。まあ、2マナ22でこの負けは強いよね。で、次、緑、なんだ?あ、もう英雄たんじゃん。あの、色あすオリンピックじゃん。第1回、色あす競技会、イエーイ!ということでオリンピックを始めましょう。色あす競技会はね、まあ、4章あるからね、全部の効果を得るのに4ターンかかるんだけど、そう、4ターンかかる分、4回分効果があるからね、そこなんだよね。だから終盤引いた時とかね、めちゃめちゃ弱いんだけど、序盤引いた時めっちゃ強いんだ。それがね、4章式 A U ターンの仕組みだからね、みんな覚えて帰ろうね。そう、3章式 A U ターンとね、4章式 A U ターンでね、そこが違うから。で、ヤギトークンからの、火の玉からの、土地、宝珠の神殿。はい、宝珠の神殿もありがたいね。そしてあの星座、神ティマレット。あ、死んだったわ。
まあ、法事の神殿と悪意の神殿は全然足りてないから、いくらでも出て OK。で、次。あと、まあ、啓蒙の神殿もな、個人的に青白よく使うから買ってるだけで、まあ、新しいバージョン欲しいからね、あれも欲しいね。人間兵士からの、ティアードロップからの、山から、山じゃない、赤の何でしょう。赤の R ターン、こちら。嵐の年齢。俺、こいつね、引いたか、前回、ボックス開封で。まあ、オーラをね、墓地から引っ張ってきて、まあ、つけれるんだっけ。だから、あれ、エルドラージの徴兵つけると、もう滅殺にクリーチャーがいきなり完成する。もう相手はもう死を覚悟するしかない。で、次のパック。次のパック、2段目最後。まあ、2段目は一応総評としてはね、全然いいね。欲しくないやつが1枚もないと言って過言ではないから。で、ナイトメアトークンからの、平地からの、イデオ、白の英雄タン。あれじゃない、ダン、こちら。エルズベス、真に打ち勝す。5マナ英雄タンで3勝式と。で、対戦相手がコントロールしてるマナコスト3以上のパーマネント1個なんでも追放できるのと、次のターンまで対戦相手がコントロールしてるクリーチャーじゃないスペルが2マナ重くなるのと、墓地からクリーチャーかプレインズウォーカー引っ張ってきて、さらにプライチカウンターか中性が1個乗ると。これあれだよな、サイコ最短にそっくりだよな。サイコ最短ね、鬼強カードだったからね、あれから考えたらもしかしたら強いかもしんない。そのサイコ最短と違って、そのハンデスっていうモードがないから、その相手から奪えるアドは1個減ってるけど、その一番最初の第1勝目のね、始まりが最高最短よりも強いから、それ考えたらね、まあ、これとかも結構活躍するんじゃないかな。ただ最高最短もね、なんつうんだろうな、あーでもね、あれなんだよな、そのテフェリーとかいる環境で使ってたから1枚出しとかだったけど、まああれがいなくなった今ね、もしかしたらすごい使うかも。で、3段目はお赤い、なんでしょう、ある、お、宝珠の神殿、いや、嬉しくねえな、そのレアホイルってそんな出ねえのに、ここで潰し欲しくなったな。奔放の神殿のホイルか、なんか他のと変えられませんか、まあ、しゃあないね。で、次は、赤の、R ターン、こちら。お、嵐の怒り。嵐の怒りはね、4マナで打てる、まあ、全体火力で、まあ、4点なんだよね。で、プリンズウォーカーにも飛ぶから、そうね、うまいこと言ったら、てか、まあ、4ターン目先手だったら、まあ、大体のクリーチャー一掃できるし、まあ、プリンズウォーカーとかもね、死にかけぐらいにはできるから、ただ死ななかったら意味ねえんだよ。そう、プリンズウォーカーは死にかけか死んでるかでね、大きく意味違うからね。その、殺せてないのはでかいよな。ほんとなんかもうほんと死ぬ寸前までいたぶってやりました。じゃあ意味ないんだよ。勝手にあいつら中性値どんどん増えてるから。ちゃんと殺してくれって思うからね。で、3段目ちょっとね、一番最初はね、危ねえと思ったけど、まあ、こっから立て直したい。で、雲トークンからの、島からの、青の、なんでしょう、R 段、こちら。変幻の秘術師。もうこれは語るまでもない、なんか変な弱めのコピー系カード。そう、コピー系のカードはね、大体弱いとね、あいつなんだっけ、幻影の像以外は教えてくれてるから。やべえな。3パック目。神話レアって今のところさ、1枚しか出てない。お、じゃあこれ待って、神話が終盤退去して押し寄せるパターンか、もしくは少ないか、どっちかだぞ。で、ドクロマークからの、何これ、ブロッコリーのホイール。ブロッコリーホイールだ、やった、美味しそう。ブロッコリーのホイールからの、これもさ、神しかいないよな。マジかよ。ナイレアね、結構滑ってんだよな、このテイロスの神話で言うと。あ、違った、よかったー。アラスタさんがいた、アラスタさんが助けてくれた。ありがとう、アラスタさん。アラスタさんはね、なんか全然滑ってないんだよね。その対戦相手がソーサリンさんとなるたびに、1、2の雲が出るっていうことで、その逆ヤンパイなんだけど、そのサイズもね、能力も持ってるから、だからヤンパイのトークンよりもはるかに強いし、てかそのヤンパイ使ってくるデッキ相手にね、ぜひ出してやりたいよね。お前が1、1いくらだと、こっちは1、2到達いっぱい出てくるぞ、みたいな感じで。ヤンパイに出してやりたいカードナンバーワン、アラスタさん。しかもタフも5あるからね、稲妻で殺されない。とても強い。で、ヤギから、太陽からの、待って、でもこれフォイルだ。フォイルならね、話が違う。フォイルならね、全然話が違うよ。フォイルの話が違うよ。で、これ、でもあれだ。アンコモの方だった。レナータさん。これ、レナータさんはね、アシンサイクルって呼ばれて、その神様ファンクラブのね、TO みたいな感じで、その緑のナイレアの、まあ、TO レナータさんですね。で、これさ、1個しかねえんだよ。うわー、これも神話レアか。ポルクラノスじゃん。ポルクラノスはね、俺すごい好きなんだけどね、この、新ポルクラノスは、いた、クロクサがいいんじゃん。そうか、危ねえ。早とちりするとこだったぜ。なるほど。そうか、この死の上のタイタンクロクサさんも、左が黒の、そうだね、黒赤のマルチ、カードだったね。で、こいつね、マジで日本語不自由なんだよね。こいつ、まあ、とりあえず、まあ、2万66ってね、イカれたスタッツだから、もちろんそのデメリット能力満載なんだけど、まあ、出た時に生贄に捧げなきゃいけないと、もうこれも最大のデメリットだね。出して即死って何のために出たんだよ、みたいなカードなんで、まあ、最大のデメリット持ってんだけど、まあ、その脱出、墓地から出てくる際は普通に出れると。で、こいつね、その出る時と攻撃する時に能力があって、ね、これもうマジでわけわかんないんだよね。戦場に出るか攻撃するたび、各対戦相手はそれぞれカード1枚捨てると。で、その後、これによって土地でないカードを捨てなかった各対戦相手は3点くらい。もう未だにね、何を捨てたら3点食らうのかみたいなのがよくわからんね。待って、土地でないカードを捨てなかった各対戦相手はそれぞれ3点ライフ失うと。もう本当にわかんないな、これ。
これ会話形式やってくんなきゃ分かんないわ。とりあえずでもね、なんかハンドがないときは3点食らうんだよね。で、土地を捨てたらセーフなのかな、分からんな、本当に。なんかこのまあいいや、まあ、クロクサさんまあまあ当たりだからね、全然いいよ。2枚目のシンワリアとして俺はもう本当に嬉しいぜ。で、森からブロッコリーからの赤いコモンダン、こちらイロアスの音調、つくだけで4点取るとめっちゃ強いな、これ。で、次のカード、これあれじゃない、なんか当たりあったっけ、スコフォスの迷宮があった。なんかスコフォスの迷宮以外の回答ない。スコフォスの迷宮でした。メイズオブイスのね、マナかかるバージョン、その他にマナ出せるバージョン、どっちが強いかというと、まあ人それぞれだろうな。まあそう、メイズオブイスはね、アーボーグとかないとマナ出せないから。で、こいつはもう普通に自由にマナ出せるから、その代わり起動するのに死ぬほどマナかかるから、そこ大事。まあ3段目もね、まあクロクサさんが出たからね。でも、ね、クロクサさんもそんな使いたいと思わないけどな。ただね、やっぱ2マナっていうね、軽さのおかげでね、なんか変な悪さできるんだよね。そのなんか墓地から2マナ以下のクリーチャーなら釣ってこれますみたいなね、そういうなんか2マナをね、軽んじたなんか発言のせいで、こういう後々大変になるね、操作でよくあるから。なんかそういうので釣ってきて、なんかもう突っ込まして、まあなんだろう、ハンド2枚捨てさせて、まあ6点ぐらい与えるみたいなね、そういう使い方も悪くないで、パワーフォルスの介入ね。神様介入サイクルの中の、俺結構好きな方。まあ、X の2倍の、クリーチャーかフレインズウォーカー火力か、その X1 のね、単種竜神ヨクシムっていう、赤のエレメンタルトークン出して終わりかっていう、2択が選べる。まあでもその X の2倍火力だからね、結構なサイズ殺せんだよね。しかもフレインズウォーカーもいけるから。だからまあプレイヤーに飛ばないのはね、まあこのトークンでなんとかしてっていう感じの神様の介入、赤でした。で、平地からの、青の、なんかある機体の、てかあれしかなくない？4号の飛んでる瞬足マンしかなくない？ 4 号飛んでる瞬足マン、トリックスさんですね。トリックスさんは5マナ4号瞬足飛行で、で、点数で見たマナコスト5以上の呪文が、打ち消されなくなると、まあなんかよくあるその青がね、青のなんかその伝説のクリーチャーが持ちがちな、なんか打ち消されなくなるぞっていうコントロール同型でめちゃめちゃ強いカードで、で、瞬足4号だからね、その自身が5回こづいても相手が死ぬから、もう普通にその段階で強いし、しかもなんかそれを補助するようなカードも全部打ち消されなくなるし、しかもスペルがね、1軽くなるっていうので、まあその終盤唱えるね、重めのカードとかもね、軽く唱えられます。2アクションも取りやすくなるぜ。トリックスさんめちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ強いけど値段は多分知れてる。で、3段目最後のパックから出てくるのは沼からのさあ来い、さあ来い、フォイル、フォイルからのコモン、キマイラからのいっけー、緑なんかある、ある、多分何もないな。なんだこれ、あれじゃない、ナイレア介入じゃない、ナイレア介入でした。ナイレア介入はね、これ結構豪快なんだよな。ミドミド X でライブラリーから土地カード好きな、X 枚、なんかしかも好きな種類 X 枚探し出せるっていうことで、もうね、X5 で、X5 じゃないわ、X3 でトロン土地が全部揃うと。やばいね。そんな使い方はしないけど、でもなんかその、なんか基本土地とか何にもなしで、このコストで、X 枚土地サーチしてこれるってすげえ豪快だよな。だからその強いか弱いか置いといて、なんかちょっとその冒険するなっていう、そのデベロップのね、頑張りを感じれるカード、ナイレアの介入でした。さあ、いよいよ最終段、4段目に突入。4段目、今のところ神話ね、2枚しかないからね、ちょっとこの辺で取り返さないと、やばいんじゃないかな。まあでもヘリオットいるからね、まあヘリオットとクロクサがあれば、まああとはいいじゃないかという、なんかウィザーズからのお告げなのかもしれない。てかね、星が出てね、その星座オーラ見たかったのに全然出てないと。で、山からの黒の、あれじゃないんだよな、エンチャントクリーチャーじゃないからなんだろうな、3人、あれじゃない、白井さんじゃん。うわ、悲哀の徘徊者、サンマナさんに、俺ね、このシングルシンボルサンマナさんに大好きなんだよね。もうこのサイズがね、スペル版ケンタウルスの時代から好きなんだよ。だからまあ、こいつ自体も強いけど、てかもうね、このサイズでね、弱いやつはいない。もうこれだけで強い。もう俺そう決めてるから。からこのサイズで弱いやつ、なんかバニラ以外で持ってきてほしいわ。で、次のパック。4段目、2パック目。なんとかなるか。狼からの、平地からの、光ってない。ということはあれじゃない、あれしかないんじゃない、ライオンしかないんじゃない、ライオン、はい、2マナ33と。もうこいつね、さすが緑と白っていうクリーチャーが強い色だけあって、まあ、それのね、ダブシンとなったらここまで強くなると。普通に機動能力もまあまあ強いし、死んだ時もなんかオーラになって誰かに張っついて、その後続を守ってくれる心強いライオンさん。自信だけでもゲームを終わらせられるぐらいのパワーあるから。33だったらね、7回殴れば相手死ぬから。ちょっとマジで、ここまで来てマジで神話2枚なの。やばくない？え？大丈夫？なんか不安になってきたよ。ドクロマークからの、うわー、待って、フォイル、あ、違ったわ。これあれしかねえんだよな。クローティスさんしかないんだよな。クローティスさんですね。クローティスさんはね、新神様、その前回死んだ、死んだかどうかわかんないけど、そのゼナゴスさんの後釜的神様で、まあ3マナで出てくるんだけど、このね、マルチ神様特有のね、もうその新人超要求してくるんだよね。なんかもっと信仰よこせみたいな感じで、そのマルチの神様はね、7信仰必要なんだよね。だから7信仰ないと、もうこいつがクリーチャーにならないからずっと置物なんだけど、その置物としての能力はまあまあ強いんだよね。
ただこれね、強制なんだよな。その戦闘前メインフィールドに墓地のカード1枚追放しなきゃいけないんだけど、これ相手だけじゃなくて自分もやんなきゃいけないから、その相手の墓地にカードなかったら自分も追放しなきゃいけなくて、でその後の能力はメリット能力しかないんだけど、なんかこいつ脱出とかで使いてえなみたいな感じのカードとはもう共存不可能だからね。そこが問題。クローティスさん、まあでも新ワレアです。新ワレア3枚目クローティスさんでした。でも今回なんか大外れ神話って何なんだろうな。なんかクローティスはどの辺の立ち位置なんだろう。そうね、今も1ものマナクリ、まあガチョウいるけど、まあ、ガチョウからねこいつを2ターン目着陸させて、だからどうしたって感じがするからね。そうね、だからな、そうだから相手の墓地とかもなかったらもうこの誘発すらもないもんな。そうだよね、だからな、その早めに出しても墓地がないだろうから、そういう時は。で、白の伝説、あれですね、あのタラニカさんですね、ギデオンファンクラブ会長タラニカさん、こんにちは、こんにちは。ちょっと待って、俺ね、これ無心で吹いてたけど、今気づいた。俺、9枚ずつに1段やってないから、8段ずつやってるから、まだパックいっぱいあるわ。なんか、あと4パックかと思ったらね、7パックあったから、お、まだいけるぞ、まだ神話いけるって。この7パックから3枚ぐらい神話引けば、もう俺の心はハッピーセットになるから、ぜひ3枚ぐらいでいってほしい。で、サティロスからの、森からの、おー、エルズペスだ。エルズペス以外の何者でもね、なんか他に選択肢ない。まあ、ペス、ありがとう。太陽の宿敵エルズペス。太陽の宿敵エルズペスは4枚出てくるペスで、で、ペス、なんだけど、なんつんだろうな、そのマイナスしかないんですよね。なんかペスって硬いことがテーマでもあったと思うんですけど、なんかこのペスはね、もうその死んでいくしかないんだけど、その脱出があるんでね、何回でもその相手のね、なんか戦場の脅威としてね、で復活できるっていうことで、まあ今回のね、その死の国から脱出してきたエルズペスみたいなのがテーマなんだけど、なんかマイナスしかないプレインズウォーカーってね、ちょっと使い勝手がね、想像できないからね、ちょっとこいつが強いか弱いか今のところ未知数なんだよな。どうだろうな、なんか墓地ね4枚追放とかね、コントロールとかだと別に揃えられるんだけど、コントロール向けの能力じゃないんだよね。出てすぐにマイナス1使うみたいな選択肢がやっぱないと、ちょっとそのなんつうの、火力として足らないし、しかもコントロールとしてはなんかまあ何回でも何回でも出てくるねカードとしてはいいかもしれないけど、それが与える戦場へのなんか影響みたいなちっちゃい気がするからね。ということで4枚目の神様じゃなくてシンマリアでした。で、平地からの、次緑の、いや、ダン、こちら、ネシアンイノシシ、5マナ16。16ってさ、めっちゃ言いづらいよね。あいつ16だよなって言った時に、その、パワー10タフ6なのか、それともなんか16なのか、それが分かりづらいのね、マジックの弊害だよね。なんか10っていうサイズと、なんかタフネスいくつって言った時に、それがなんかごっちゃになるのはね、もうその日本マジッカーならではの悩みだと思う。ほんと分かるよ。分かる分かる。で、次のパックン。人間兵士からの、火の玉からの、お、やってしまった。ついに来たか。あ、でもフォイルだ。さすがにさ、レナータ2連続ってことないよね。これさ、星座のナイリアとかだと俺結構ウェルカムなんだけど。あいついたじゃん。そうだ。これね、みんな忘れてるけどね、こいつもいるんだよね、アラスタさんも。で、アラスタさんもね、なぜか星座バージョンが存在するんだよな。あ、存在したっけ、ごめん、今適当に言ったかもしれないけど。まあ、アラスタさんのフォイルか、まあ、俺結構好きなタイプのクリーチャーだからいるそうで、黒の R の、なんだろうこれ、予想しようぜ、エスパーヨシイロワに当てる、多分3マナ3ドローだと思うわ。ホーラーな、裏切る恵み、なんかわかんない、触った感じわかんない、お前はきっと裏切りそうだっていう香りがね、この感じだから、どっちかっていうとこいつだよね。こっからね、神話だよね。2いけんじゃない、2いこうぜ、2引いて、ハッピーエンド目指そうぜ。で、ティアードロップからの、これはさすがにニックスロータスだろうな。ニックスロータス、ニックス水蓮、4マナで出てくる、まあ、ロータスでタップすると新人分マナが増えると。だからめっちゃマナ増えるけどいっぱい置けないからどうしようねっていう感じの、まあ、新しいロータスですね。タップ状態出なければな、出てすぐになんかマナブーストとかできたらね、2アクションとかできるからいいんだけどね、タップ状態出ちゃうから。そうだな、なんか次のターンからビッグマナですみたいなのなんだけど、あと新人もいるからね、こいつを出すまでにある程度なんか場を作っておかないとマナも出ないから、どうやって使うんだろうね。で、反射回帰適当分からのドクロからの白 R34、 何これ、あれか、ペガサス生成機か。そう、太陽の恵みの姿勢が、まあ、4マナ34飛行反コント、普通に結構いいスタッツなんだけど、もうその星座っていうね、なんか読む気を失わせるような、まあ、誘発能力あるんだけど、この星座がね結構豪快なんだよね。その22のフライヤーが生成されて、でそのフライヤーは反コンこいつの能力で持つっていうことで、なんかね、こいつはね、ちょっとさすがにその星座かよって思うかもしれないけど、でも星座でも使いたいなって思わせる、まあ、1枚ではあるね。はい、太陽の恵みの失勢感さんでした。あと3パック。ラスト3パック。ラスト3パック。なんとかなるか。なんとかなるか、俺。はい、ヤギからの、ブロッコリーからの、赤い。
R の22、なんだろう、あ、フェニックスか。灰のフェニックス、何度でも復活できるよ。3722、速攻飛行。なかなか俺の好きなサイズではあるけど、ダブシンなのが問題だな。まあでも、フェニックスは大体ダブシンだからね。もうほんとダブシンじゃないフェニックス、いたら連れてこいよって感じだけど、もう行ってる最中にアークライトフェニックスが浮かんだ。で、残り2パック残り2パックなんとかなる？なんとかなる？なんとかしてくれ。はい、ちょっと待って待って、パックのゴミがいっぱい崩れてきた。触手からの、島からの、あれ？何これ？これさ、結構いいの待ち構えてたりしない？なんかない？ R とかあったりしない？アンコモンか何もないな。マンティコアからの、来い！なんかある？あれか、あれだ。セブ・マキノンさんのシックスドローですね。未知なるものの魅惑。未知なるものの魅惑はね、シックスドローじゃない、ファイブドローできるけど、まあ、相手に与えるね、メリットはでかすぎて、もういつ使うんだよって感じだな。もうこれせめてインスタントであったらな、まだなんかその対処手段とかがあるかもしんないけど、ちょっとソーサリーような勘弁してくれよ。で、これ最後のパックだよ。やばい。ちょっと待って。マジで。マジ？ 3-3 しかなくない？はい、ということで、まあ、今回はね、まあ、世にも珍しい神話4枚箱の開封でした。まあ、4枚ってね、多分かなり少ないと思うんだよな。普通5枚、6枚入ってて。で、最近その、なんつうんだろう、ホイールが出やすくなった影響とかもあって、その神話レアホイールとかもあって、なんかうまくいけばね、7枚箱みたいなのもある中で、4枚は結構少ないから、そうね、まあ、とはいえね、まあ、ヘリオット出たから、まあ、ありとしよう。一応ヘリオットは、まあ、トップレアの1枚なんで。まあ、それが引けたからいいけど、ちょっとね、思ってたよりもね、その神話ラッシュがね、なくてね、結構残念だったなっていうのを感じております。まあ、てなわけで、でもね、俺がね、この世からね、その神話少ない箱を1個処理しておいたから、みんなの元にはね、きっとね、神話が詰まりまくった箱が手に入ると思うんでね、これを見て興味持った方、ぜひね、ワンボックス買ってみてください。そしてね、この動画がね、面白いなとか思った方はね、ぜひ高評価とね、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もできたらよろしくお願いします。それでは皆さん、また次の開封でお会いしましょう。さようなら。